はい、こんにちは。栃木のたけし農場です。今日は9月の26日、土曜日なんですが、相変わらず関東地方天気悪いです。台風12号の影響で、天気崩れましてね、それからずっとこの雨模様の、天気がねずっと続いてます。で、稲刈り1箇所終わったんですが、もう2箇所目に移れない状態で、ちょっと止まっております。で、今年はね、まあ、何回も言ってますように、7月の長雨、8月の猛暑と、まあ、あの植物にとってはねちょっと過酷な環境でした。でもね8月の猛暑で、まあ、生育もね、遅れてたんですが、大体、平年並みに持ち返したのかなという感じです。ただ、たけし農場では、出水ね穂が出るのはちょっと遅れました。いつもですと、お盆前にねコシヒカリは穂出るんですが、今年は盆過ぎにずれ込みました。でもねそれ以降、天気が良くて、まあ、大体例年並みに戻ったのかなという感じです。で、今年はですね、穂が黄色く、まあ、最初はね穂が出た時はこう緑色をしてるんですが、穂が熟するにつれてね、だんだんこう黄色くなってきます。まあ植物が枯れるっていうのかな、そんな感じでね、成熟するに従って黄色くなってくんですが、いつもの年ですと、穂が黄色くなるスピードと、茎が黄色くなるスピードがほぼ同じなんですが、今年はね、やはり温度が高かったと、8月の穂が出てからの温度が高かったということで、穂の成熟が進んで意外に、茎はしっかりしてます。で、農家、まあ多分たけし農場だけじゃないと思うんですが、まず稲刈りのタイミングの判断の基準は穂を見て、穂の元ですね、先ではなくて穂の元の方がちょっと青が残ってる、そのくらいのタイミングで、刈り取りをやっていると思うんですが、大体その時点で、元の方がねちょっと青が残るぐらいに熟した時に、茎もねかなり黄色くなっていくんですが、今年は、穂の方が先成熟して、茎がまたしっかり残ってるという状態で、ちょっと見は早い、まだ早いかなっていうふうに見えちゃいます。でも実際買ってみるとね、意外に成熟が進んでるというのが今年の状況かなと思います。ただ茎がね青いうちはどんどんでんぷんを送ってますので、まあそんなにね急いで刈らなくてもいいのかなと。で、特にたけし農場の場合は穀物検査受けませんのでね、直接出荷しちゃいますので、あまり出荷規格ですか、穀物検査の規格は、気にしないで、稲刈りをしています。で、今朝ですか、ちょっと田んぼの様子見てきました。稲刈りはできないんですがね、田んぼの様子見てきたんですが、2番目に穂が出た田んぼと、まあ、一番最後ちょっと遅れて、最後の田んぼはね、穂が出たんですが、そちらの、その2枚の田んぼのどっちを先に刈るかなって今ちょっと考えてるんですが、茎の状態は2番目に穂が出た田んぼの方が青いです。で、最後に穂が出た田んぼの方が、茎が黄色くなっているので、まあ、一応今日も雨降ってるんですが、晴れ間周りになりましたら、
最後に穂が出た田んぼですね、20アールくらいなんですが、そこを稲刈りしてからね、最後に、まあ、40アールの、2番目に穂が出た田んぼに移ろうかなと、そう思っております。で、まあ、前にも申し上げましたように、これからコンバインのね、油差し、中油と、まあ、給油、灯油じゃね、軽油か、軽油を入れたいと思います。で、まあ、この作業は、稲刈り当日にやってるんですが、今ちょっと稲刈りがね止まってますので、今日やりたいと思ってます。で、まあ、早めにやっとけばね、細かい点検なんかも一緒にできますし、いつもよりはね、丁寧にやれるのかなと思って、これからやりたいと思います。で、やり方については、前回紹介しました、結構細かく、機械を止めながらねやりましたんで、省略したいと思います。ではこれからね、中油油差しと、軽油給油ですね、燃料の給油をしたいと思います。